はい、はい、ジャスト代表、ジャスト株式会社代表取締役関正樹です、はい、最初からとっあの、ちょっと前回からの流れで、はい、代理店がどういうものがあるかいろいろありますので、はい、それについて説明します。それ、はい、あのちょっとね、僕があの一方的にこう選どういう代理店がいいかって言ったら俺のとこがいいって言うに決まってるから、はい、そうですね、そういう話じゃなくて客観的に見てどういうものがあるかっていうのをご説明しますね、はい、代理店ね、代理店なのプロ代理店っていうのがいますね。もう保険専門ね、はい、であとあのディーラーとかあの車関係ね、はい、あと板金屋さんとかね、はい、板金屋さんとかそういう関係、あと不動産関係ね、不動産関係とかね、あとどういうのがあるか、あと銀行ね、銀行、うん、銀行ね、まあ大体まあ見て分かる通りこの車に関してはあの車屋さんがまあ強いよね、はい、不動産に関しては火災保険が強い、はい、銀行に関しては貯蓄型のやつが強いんだよね。あ、はい、でまあ実はまあここら辺はねあんまり保険のことそれほど詳しくないんだよね。あのまあ大体あの、まあ、保険会社にまあお任せみたいな感じがあるんです、はい、これはあの保険のこと非常に強いんだけど、はい、ただあれだよね、車のこと弱かったり不動産のこと弱かったりしますね。で客観的にまあこうでどれがいいかって、保険ってさいろいろあるんだよね。保険ってどんなものがある、損害保険ってどんなものがある。自動車と、火災、火災、まあ地震、火災と地震は一緒ですかね。火災地震あるね。あと、はい、障害とか、はい、怪我関係、はい、あとね、あの新種つながるね、はい、新種、あと第三分野って、これあの病気関係がいいんだけど、第三分野って、はい、新種が結構重要で、これ細かい。あとあのいわば賠償責任保険だよね、はい、あの事業やってる人ね、はい、事業やってる人はあの事業用のやっぱ賠償責任保険がないと怖くてやってられないよ、はい、であと、まあ、あとね、まあ、いろいろ賠償責任いろいろあるんですよ。あと物に関しての保険とかね、はい、いや新しいこう機械があってそれ保険かけとかね怖いじゃないですか、はい、で大体のこう得意トータルで詳しいって言うとここなんだよね、はい、大体ね、あのこのプロ代理店っていうのはあの保険専業でやってる、大体なんですけれども大体 40% ぐらい抑えてるね、あのマーケットシェアね、はい、でまああのまあ、まあ、これ あとはこう、まあ、それぞれ、まあ、ちょぼちょぼって感じなんですけど、うん、でやはりあの使い分けっていうのもあるね。使い分けっていうのはあのやっぱこういう新種とか第三分野とか障害に関してはプロ代理店、はい、車に関しては自動車、不動産に関しては火災保険ね、貯蓄型に関してはまあ銀行とかね、いろいろ使い分けができると思うんだけど、トータルの相談をこれがここにした方がいいと思いますね。うん、で ただね、まあ、ちょっとうちの宣伝なんですよ、全部詳しいよ、はい、不動産投資やってるし車のリース関係もやってるし、はい、ね、あのもうあの投資家貯蓄なんかも詳しいです、はい、全部トータルでうちかなやっぱ宣伝になっちゃいました、ね、はい、いやまあそういうことは、まあ、こういう事情がありますので、まあ今後よろしくお願いします、はい、ありがとうございます